西側入口小樽公園は北海道小樽市にある公園。1900年開設の北海道口で歴史ある公園。日本国内の公園創生期の特徴を残しており、設計は日本国内初の職業的公園設計家であった長岡阿平が手掛けている。水天宮まで一直線の道路で結ばれており、景観の統合を図っている。春になると、 約1000本の桜、約7000本のツ,ツジを見ることができるほか、栗や白樺など50種類4300本が生育している。小樽市公会堂、農学堂小樽ビル管理、広行創業グループ管理。小樽市公会堂は、後に大正天皇となった皇太子の行刑に際して、宿泊施設として、藤山東吉が寄付、加藤忠五郎が施行した。 当初は市民会館の地にあったが、市民会館建設時に移築した。小樽市農学堂は、1926年に岡崎県が小樽市入選町に建築した。岡崎の死後に建物は市に寄贈され、1961年に小樽市公会堂に隣接する形で移築した。市立小樽図書館小樽、市民会館小樽市総合体育館小樽桜ヶ丘、 球場を小樽公園運動場小樽公園球道場小樽公園庭球場子供の国ゾーン。ありがとうございます。